フリーマーケット行けなくなっちゃったじゃん、これで。きついな。せっかくなんかまたコスプレ買おうと思ったのに。ほんとがっかりだよ。まあ、しょうがないね。ああ、しょうがないか。ああ、ショック。ほんとショック。筋肉さん。怒られるんだろうな。いよいよ、今日からですね。ですね。僕、すごく嬉しいんです。もうね、ずっと大好きな筋肉ちゃんと一つ屋根の下なんて、もう、そんな無夫婦な出来事はね。ずっと お花やつと触れ合っていられるんですから。ひどいと。園芸部に入っててよかった。今日は心底そう思います。一週間よろしくお願いしますね。長いんだよな、合宿が。一週間まで相当着替え持ってくよ、ね、相当重いよ。学力めっちゃ上がるな。でもお、これ作れるんじゃない、牛肉の缶詰。そこ確かに缶詰を作るのはすごいけど。ああ、溶接。ブッフプルギニオン？そう、俺はてっきりそれだと思ったけど。ブッフプルギニオン作る。作ろうぜ、プルギニオン。プルギニオン。ブッフプルギニオン。発動！ブッフプルギニオン。な、もう、絵が想像できない。わかんないよ。筋肉さん、今日はあなたが食事当番だったんですよね。実は僕、朝から夕ご飯のことばかり考えてしまって。ちょっと手の込んだ料理に挑戦してみたんだ。あ、すごいな、本格的です ね。よくわかんないな、料理だからね。なんだか食べてしまうのが惜しいみたいです。冷めないうちに召し上がれ。はい、いただきます。美味しかったんだ。美味しかったんだ。ついつい食べ過ぎてしまいました。いや、まあよかったよかった。うん、まあまあまあ。そう、よかった。あなたの旦那様になれたら、もうプロポーズしてきた。これはもうプロポーズを取ってもいいんではないでしょうか。プロポーズじゃない。え？あ、いや。ほらもう、もうなんかそういうの隠す気がないもん。でもこの後結局なんかこう、もっと部活で頑張んなきゃみたいな怒られ方するんでしょ。うん、するだろ。もうやだ、見えた。何を言ってるんでしょうか、僕は。あの、ごちそうさまでした。はいよ、よかった。喜んでもらえたみたい。で、これ説教タイム。今日は合宿活動の最終日。最後の合宿だったけど、なんだか遊んでばっかりだ気が。筋肉さん。筋肉さん。なんか怒ってる。ああ、桜君、とうとう終わっちゃったね。はい。最後の合宿だと思うと、ちょっと寂しい気がします。そう、寂しいのはね、しょうがない、しょうがない。でも、3年間続けてこられたんですから。もう諦めに入ってるな、桜君。それだけでも良しとしましょうよ。まあ、しょうがないね。うん。うん。ああ、もうちょっと真面目にクラブ頑張るって。いや、だってさ、ね、筋肉としてだって、森村くん追っかけるっていう、もう、下心のみで入った部活だからね。そうだよ。植物にはみじんも興味ないから。頑張った頑張った、そういう点では。そうそう。下心だけにしてよ。さあ、うちに帰ろう。お、なんだ、伝説のアイテムか。伝説のアイテムのコーナー。バン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 。これは、じゃあ筋肉は、園芸部秘伝のアイテム。工場の種を手に入れた。いや、筋肉が持っててもね。工場の種。うわぁ、なんかね。うわぁ、でも学力爆上がりしたぞ。上がったな。あぁ、まあ、これはちょっともう余裕出たな。じゃあ、誰だっけ、あいつだっけ。あいつだよ、あいつ。あいつか。あ、海か、そうだ。そうだ。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、標準の。こんな持ってたっけ。いや。知らないんだけど、なにこれ。なんか急に増えた。すげえおばさん。エレガントとセクシーだ、どっちかな。エレガントっぽくね。芸術家でしょ。どう。いや、どう。どう。たたたた。いい、エレガントな気がすんな、彼は。そうなんだ。今度こそエレガントでピアスとかしてみる。ピアス、そうだ、ね。ちょっと大人な感じでアピール。ヒロ様と初デートかもしんない。あ、そうか。そういう意味でちょっと楽しみっちゃ楽しみ。レさんまだ来てないみたい。
1時間は来たよ。1時間来たよ。わいとんの。自分わいとんの。おなごを1時間待たせるとよ。ヒロ様、待ち合わせ場所間違えたかと思っちゃって。大丈夫。間違ってないよ。せやくで。堂々とすんなよ。なーに。三元さん、そりゃねえよ、さすがに。暑いね。三元さんの水着はどんなかな。早く水着に着替えよう。さぞ芸術的な。じゃあ着替えてくるね。やったらー。だって、何流行ってんすか。攻めすぎ、ちょっと。股間のとこ見てください、股間のとこ。ほんとだ。もう、なんか、半分見えてる。怪しい線見えちゃって。ああ、面白い。マジか。マジで？マジで？ええー、やべえ、こうなってくると森村くんも見てみたいな。確かに、森村くんこんなだ、もうきついな。どうかな、この水着。もちろん素敵さ。ああ、よかったよかったよかった。僕はマーメイドの存在。大丈夫、その状態で興奮して。その格好で興奮したら怪しいやつだと思われないか。お父さんってこういう水着が好きなんだ。イロ様の自身のセンスはきついんだけど。ええ、何が正解だ。むずい。これはあれだな。3つともわかんないべ。正直わかんない。これはもう久々にこう、勝ち負け、愛子で振るしかない。わかった。勝ち。私が勝ったら浜辺。まさとが勝ったらお腹減った。で、愛子だったら目いっぱい泳ごう。ん、最初はグー、じゃんけん、ほい、勝った。感情がわかんねえよ、これは。でも、俺が、あ、じゃあ一番上だね。そう。だけどまあ、お前が今のところじゃんけん全敗してるって事実。あ、そっか、俺勝ってねえ。おめでとう、ゆっくりしたよ。そうだね。バカンスは、悪くない？正解？何もしないのが一番さ。まあ、爆弾消すためだけのデートだから。まあね。あ、なんか落ち着く、まだこっちのは。こっちもだいぶ来てんなと思ったけど、水着はきつい。じゃあね。さよなら。こんなとこで返すね。ここで解散なんだね。ああ。崩落。あ、そうだ。千春くんからメール来てないか。あ、来てないか。あ、嫌われた。崩落って流行をあげるんだっけ？だった気がする。あげようか。まあまあかな。電話かけれたっけ？電話かけれたっけなんて、多少悪くてもかけないと、そっか、もう。そうなんだよね。夏の遊園地には間に合わない。はい。この週ラストチャンスの。筋肉臭。おい。よしよし。あ、まあしょうがない。もったいないけどね。しょうがないんで、あいつが来やがったから。ねえ、あいつ来てなかったら。お、なんか本当に、本当だ、イラストが違う。なんか、すごい荒ぶってるもん。なんかこう、前行ったり後ろ行ったり。車あの動きできないだろ。カート。はい。おー、よかった。若干断られるんじゃないかって不安はあった。受験生って夏こんな遊んでばっかりいて大丈夫か？うん、ダメだよね。普通は、うん。はい。なんだか胸がドキドキしてきました。胸がドキドキしてきましたよ。何していいかも分かんない。ね。お、勉強。これ全部いいな。でも勉強はもうなんか大丈夫そうなんだよな。結構ね、そうだね。ちょっと余裕があるから流行かな。そうだね。ダチで流行上げてみて。あ、そうだね。まあ、してみて。どっちでも、抱き配り上がってはもういらないんだよな。思ったほど上がんないな。まあ、やっぱ藤井さん使えないな。流行は流行で言った方がいい。切るか、この辺で藤井さん。よし、行くぞー。出たこのダサ服に。これダサいな。ダサくないこれは。最強コンボで。さ、アクセサリーどうする？ガトツゼロ式で。強えやつじゃないですか。いや、よくわかんないし。ブレスレット。この何をどうするのかよくわかんないし。合わねえな。大丈夫、森村くんがピアさえ切れば褒めるから。そうだな。やつは。あ、いえ、ちっとも。早く来れないのかな、なんか僕のためにそんなに急いでくれて、とっても嬉しいです。あ、筋肉さん。そういえば、
あだ名で一回も呼ばれてないの。確かに。ミルクってあだ名設定したはずなんだけど。いつか誰かに呼ばれるのがそれ。ああ、いえ。藤井さんというコード上がったら呼んでくれそうな。そういう意味では藤井さんまだちょっと切るには早いかな。そんなことない。すごく似合ってます。よく似合ってるのってさ。あの、ダッサいアイス。いや、ダサくないってお前。あれがダサいっていうのは逆にお前がダサいってことをアピールしてると思うし。じゃあ、入りましょうか。イエス。じゃあ、何か乗りましょう。乗りましょう。バンジージャンプどうですかね。いやー、これ、絶対地雷だろ。でも前観覧車なんか乗った記憶あるんだよ、ね。そう、観覧車メリーゴーラム乗ったからバンジージャンプしか残ってない。まあ、残ってない。行こう。よっしゃー、バンジーガム。意地悪だな。切れる大丈夫。森村くんの真の本気なんですね。っていうかもう顔が後ろの人がなんかもういやーみたいな。でも結構並んでるじゃん。ね、人気スポットで。三二え大丈夫。バンジー。笑ってる。筋肉やってね。ずる。いやでも本当は楽しかったな。実はやってみたら楽しみなこともあるからね。やらせといて一番上は理解できないです、ね、最高にスリリングだよね。乗ってくれるかな意外と。いやい。さすがですね。僕はもう。ああもうバス、え、これあーやばくねこれ。やべえ、やらかした。遊びすぎた。有沢という呪縛から解けたからちょっと遊びすぎちゃったよ。よし、ナイトパレ取り戻せ。そうそう、取り戻せ、取り戻せ。雑菌肉、目覚める時は今なんだ。あの、見ていきませんか。それ見る見る見る、ガン見する。はい、行きましょう。僕、さっきよく見えそうな場所を見つけたんです。バンジーやるときに、あそこよく見る、ギャーって。えらいぞ、森村。さすがだぜ。すげえ。すごい。本当に綺麗ですね。あの猫のキャラ怖。ジブリの猫バスみたいな。森村くんのせいで、あの、手前の犬みたいなキャラ組めない。そう、俺もそれ気になって。どいてくんねえから、森村くん。うわ、外せない、もうこれ。うこれ。あ、真ん中論外。つぎはぎだ。真ん中論外。これか、これか。どっちもいい気がするやん。時間忘れる。おとぎ話の世界にいるみたい。ちょっと、ロマンチックすぎる。ピュア系だから、でも森村が好きなの。あ、そっか。おとぎ話じゃない。ピュア森村だもんな。行こう。これは賛成。よし。満場一致。そうですね。どこか別の世界に迷い込んだみたいです。ダメだな。さっきの分がトントンかちょっとマイナスぐらいだな。マイナスだな。だから一番悪いの引いちゃったっぽいもんな、さっきの。私のバカバカ、印象最悪だよって言ってたもん。あ、ごめんなさい。僕、またぼんやりしてしまって。だよね。森村が忘れっぽいとこあるから。ジャーナさんのことすっかり忘れるぐらい。思い出していたんです。今日一日のこと。思い出すな。前半思い出すな。楽しかったな。あの、よかった。もう少し一緒にさせてください。よかった。今日から下がってないから。よかったら、うちまで送らせてください。よし、偉いぞ森村。それでいい。お礼なんて、こちらこそ感謝してるんです。では、僕はこれで。危なかった。いや、ナイトパレードあってよかったわ。ナイトパレードなかったら死んでたな。勉強以外よくないから勉強しとくか一応、ね、もうここで200のお題になっちゃったらもう勉強しなくて済むぐらいのレベル。そうだね。うっ、これいいやつ。猫はもう思いつかない。もしもし、森村です。告白、あの、突然ですけど。お、電話でも来るようになったんだ。なるほどね。もう予定はありますか。全くない。はい。ガチで暇。あの、あ、見る見る見る。いいよいいよ。これは選択肢は簡単そうだ。やったー。それでは、
待ち合わせ。どこで待ち合わせましょうか。これ覚えとかないといけないの。なことないんじゃない。そっか。駅前。え、広場って。広場で。姿を。いいですね。確認。では、今度の日曜日。そこで待ち合わせということで。超適当。今しかやるしかねえよ。この。ああ。あのどうでもいい人。ロボットあげりゃいいんだよ。ちげえだろ、お前。それはダメダメくんの発想だよ、まったく。ほんとに。ドクロクマちゃんなりきりセット。ドクロクマちゃん、ドクロクマちゃん好きなの携帯でもいる分。だね。でも、月刊モテる男生活もいいような気がするけど。確かに。あれでもサンリッチなんだよな、一個だけ。そうなんだよ、ドクロクマちゃん携帯でもいる分。これしてみる？サンリッチで切れられたらかなわんけどね。でもなんでなりきりセットよりさ、高いの？携帯でもいる分。なりきりたくねえだろ、ドクロクマちゃんに。お前なりきりたい、ドクロクマちゃんに。なりきりたくはない。え？携帯でも入れたくないけどね、ドクロクマちゃんに。たぶんサンリッチなのかな、これ。これお助けでしょ、多分。そうだな。今までのプレイを見て、神様だ。うん、そうそう。憐れんでくれた、うん、かわいそうな奴らだ。答えを教えてあげようみたいな。あ、先輩、なんか用ですか。あ、自分の誕生日なんてよくご存知ですね。ありがとうございます。なんだろう、開けてみてもいいですか。いいよ、いいよ、もちろん。こういうのが欲しかったんですよ。先輩はどうでもお見通しですね。サンリッチ大切にします。自信正直なかったけど、うん、一番下かなとも思ったけど、ばっちり喜んでもらえたんだ、こんなんで。高いものあげりゃいいんだな。デートの間大丈夫でしょ。まだ夏だよな。9月。そうね。これにこれを合わせるっていう最強コンボ。だせえ。お前上もダメ。いや、なんか上がダメだな。下、割、これか、これ究極にダサい。前コロ。これは？まあもうこれでいくか。スーパーコラボ。よし。よし。またまたした。あ、あれ？なんか結構あったかい格好してるよ。ほんとだ。あれ？まずい。ああ、これもう、9月になったら。僕のためにそんなに急いでくれて。寒くないですか？とか言われちゃう。あ、筋肉。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ああ、いえ。大丈夫ね、方だよね。そんなことない。ああ、よー、似合ってます。いやーもう、やらかせないんだよ、これ以上。うん、さっきの失敗、ちょっとね、痛いよね。痛かったな、あれは。それじゃあ中に入りましょう。入る。え、まさかあのまた北斗七星みたいなやついんの？あれはもうガン飛ばしするからいいよ。北斗七星の曲がり。ああ、うわあ、くてるぜ。乙女座のスピカー。本日の上映は終了いたしました。ワン。昔の人はよくこれだけたくさんの星座を考え出しましたね。素晴らしい想像力です。それだけ暇だったんだと思うよ。星ぐらいしか見るもんがなかったんじゃない、夜とか。確かにね、夜とかね、電気とかないか。うん、感心しちゃうよね。うん、適当につけちゃってね。これお前とか普通にいそうだ。うっけえだな。お前ほんとにそういう、なんつうの、そういうものをなんか、めでる心がないというか。まあないけど。電話を結ぶと絵が出る遊び、思い出すね。ああ、あったあった。ああ、あるね。あの、1番とか2番とか書いてあるやつ。番号順に線引いていくやつね。あれ、繋げたらポケモンとかになるやつでしょ。あった、昔。ああ、むずいな。そう、それよくやりましたよね、とか言ってくれないかな、森村くん。確かにな、うん。こっちかな。行ってみようか。こっちの感じもするな。うん、ありましたね、そういうの。これ正解じゃない？子供の頃よくやりました。言ったっぽいな、これは。うん。いい感じだよね。シンプル系か？ね、シンプルに、シンプル森村なのかな？俺はひねりすぎてんのかな？今日はありがとう。また誘わせてくださいね。おう。おっあの、お、久々に寄るな。これはちょっとスポーツを聞きたいかな。そう、スポーツって実際どうなんだろう。それじゃあ行きましょう。で、
喫茶店ぐらい入りゃいいのね。はい、何ですか？異性のパン。あ、なんか気になるって気になる。来てみる。いつスポーツ聞けるんだよ。どんなスポーツ聞きたい？いや、なんかスポーツ、実はなんかアメフトが大好きでとか言い出す可能性もあるから。ああ、なるほどね。実はそういうスポーツ見るのだったら結構ガチマニアみたいな。異性の顔に聞いとくか、やっぱ。うん、まあ、もしかしたら今後、攻略情報が出る。うん、どんなタイプの女が好きなの？え、さく、答えなさい。あなたですとか急に言い出して、ここでもう終わったとする。え、きま、エンディングが流れて、た、たつむえ、あ、はい。実は、異性が好きじゃなくて同性が好きだと。ほもーさっきの質問。質問だんだんもう、攻め立ててる。質問になってきてる。あ、好きな女性のタイプ。そういう時はね、好きな芸能人行ってごまかせやいいんだよ。そうそう。ガツエリとか言ってくる。ごめんなさい。突然の質問だったんで、驚いてしまって。すごい。ぐいぐい聞くな、筋肉。どんな感じの子が好き？それは、ゆっくりと、一つ一つ、大切な話ができる人。つまり、こういう風に質問で攻め立ててる私はダメということだ。そういう人と一緒に、少しずつ、同じ価値観を育てていきたいな。回答ぐずってたくせ、結構具体的に言ってきた。うん、ただ、うまいこと避けられた感はあるな、なんかちょっと。まあね。もっと具体例が欲しかったな、こっちとしては。そんなお礼なんて、こちらこそ感謝してるんです。ええ直接怖っ俺、普通に怖かったわ。ね。ちょっとしたホラーゲームで怖いって何このホストみたいな格好。ケイ君。俺、邪魔したな。いや、確実に邪魔なんだけどさ。確実に。どうしたんだろう何か深刻な顔してたけど。鈍器やの、君は。君は鈍感やの。来てくれてありがとう。あ、はい。あー、またデートのブーメランパンツやろ。またあのブーメランパンツを眺めないといけないもん。またそこ行くのかよ。そりゃそうよ。だってセクシー系水着がいいわけだから。あ、でも同じとこまずいか。だね。